よっしゃ。おはようございます。釣り子 TV です。牛久沼来てみましたよ。牛久のガボッツを探して、今日はフープの原さんと打ち倒したいと思います。じゃあ一日お願いします。よろしくお願いします。ゲイリーハガー。この前ノーシンカーのふわっとした釣りが効いてたんで、ちょっとこのゲイリーハガーでザリガニがズルズルした感じをやってみたいと思います。全部大事なんで、一回見えたのはありましたね。あのこういう足のちょっとめんどくさい、そうです、そういう一個奥にポカーンと浮いててやる気なく去っていくのとか、あそこなんかいるな。あれライギョスか、あのあれ違う、あの船の下にいたやつ。いや、この下に雷魚っぽいシルエットがいて、今の絶対し雷魚だな。こういうの食わないんでしたっけ。この沈船の影に長っぽい5、60のが、この前より気温上昇だから雷魚さんたちも雷魚ジャンプあるかな。夕方ぐらいに精度が上がってきて釣れるようになるんですよね。この前俺も前半戦、牛久なんてこんなんでいいでしょうってすごいぼっちゃんぼっちゃんやってて、山田さんとかのやっぱ終始すごい正確で静かに消し込むように入れてましたからね。やられたなぁ。この前のバイト6対0ってのは本当に答えたな。そんなに差出ちゃうんだ。あの際に一発タイトに落とせるかどうかが肝だったんですけどね。もうこの前も風でザブンザブンでゴーって流されるような風だったんで、ルアーがもうどうしても手前に寄ってきちゃうんですね。俺は20ポンドで雑に組んでたから、なんかさっき透明にもじってたんですよね、ここら辺。ああ、そういうボンバイトですね。わかんないです、俺バイトもらったことないんで、ここ数年数回どころの騒ぎじゃないですよ。もう3、4年1匹も釣ってないんで来てはいるけど動画にできないだけなお蔵入り。この木のあたり、この前2バイトぐらいあったとこじゃないかな。ノーシンカーのこれで合ってると思うんだよな。ああ、パンパンってリアクションで来い。でもそいつも、でも俺はでもキビレを主にやってるみたいな。はあ、で食うのはキビレですよ。へえ、クロダイ釣りたいから、はい、ふわってやるみたいな。へえ、そのパン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 ってやりながらで食ってくるのは9割がでキビレだ。よっしゃ。雷魚先輩、雷魚釣れちゃいましたどうやって持つのが一番雷魚は優しく、ね、完全にバスだと思って
みんな噛むっていうけど、はい、噛みついてくることはなくて、はい、開いてる口に手を入れちゃうと危ない、閉じられて噛まれることはあるんだけど、怪我になっちゃう、うん、ガブガブって食ってくることってのはまずないから、はい、膜があるから、膜のところに、そう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 、ここに指をスポッと入れてやって開いていくと、ここに沿わすと、あれ、あ、穴開いてる、最悪だ、その穴からすまん、俺のタモなんでそんな穴が開いてたとは。まあまあ、ライギョさんもあの、そうだね、ね、幸せにお帰りになったと思いますんで、ごめんごめん、いやいやいや、写真撮りなかったね、いやいやいや、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ魚連れてくれたんですけど、ゲイリーの歯がなんか見たことない、バックスライド系のまあクロワームって感じで、これをなんか岸際にタイトに打ち込んでたら、ライギョ思わずバックリってことで、イエーイ、じゃあ引き続き頑張って狙っていきます。すいません、逃がしちゃった、いやいやいや、ありがとうございます。助かります。こんなバス釣りの人がいないバス釣り旅それはストレスじゃないですよね、ほんと、釣れる釣れないは置いとけば、己と向き合うだけなんで、ここはどこまで自分を追い詰められるかなんで、すいません、寝かかっちゃいました。そんな寝かかるような、寝かかりマンボウ、あ、大丈夫です。いけそう。何に寝かかったんだ。昼間だったらもうベイトパターンでシーバスは釣れたりするんですかね。いけんじゃない。なんか今年はなんかすげえいいよみたいな。はい。出ると鳥山ゲット立てて。あ、そういうのもやりたいですね。へえ。ああ、何日とかですか？三とかは。おっしゃ！おお、マジか、ハラスハラスハ、ちょっと。体験の大冒険まで飛んでった。ぶっ飛んできましたね。かあ、これは貴重なワンバイト。このサイズいるんですね。原さん、やっちまいましたよ。さすがです。はい、あ、写真撮っときます山田さん。あ、そう、撮っとくか。山田さん。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。坊主じゃなかった。パッといいか。パッといいか。すげー、お見事です。ありがとうございます。やべ、俺も釣らないと。